ちら100円ショップのダイソーで、でもお気に入りでリピ買いした商品と、あと新しくいいなと思って買った商品1つ紹介していきたいと思います。この前セリアをやったと思うんですが、今日はダイソーを紹介します。今日は5種類のものを紹介します。まずはお掃除用品から紹介します。じゃん、こちらオキシウォッシュ酸素系漂白剤です。はい、これを3つ買ってきました。オキシクリーンって結構有名なあの漂白剤あるかと思うんですが、まあ、それと全く同じように使える酸素系漂白剤ということで、あのこれをね40度ぐらいのお湯に溶かして、まあいろいろ漂白したい服をつけ置きしたりとか、あと娘の上履きとかこれでつけ置き洗いしたりとか、まあいろいろ、まあ浴室とか薄めればあの床掃除とか、まあいろんなものに使えるオキシウォッシュ。やっぱりこれがお気に入りで使ってます。大きい箱にドーンと入ったオキシクリームを、多分そっちの方がお得なのかもしれないですけど、私は結構小分けにしてある方が扱いやすいなと思って、こう固まったりもしないし、大さじ何杯とか量らずもう一袋バーって入れちゃえみたいな感じにできて、結構この 120g って小分けになってるのすごい使いやすいなと思って、結構もうずっとこのダイソーのオキシウォッシュをリピートして気に入って買ってます。はい、次はこちらステンレスピンチです。まあ、これはまあ洗濯バサミ、ステンレスタイプの洗濯バサミっていう感じなんですけど、シンプルなステンレス洗濯バサミ、100円ショップに見えないような、なんかちゃんとしたステンレスで、1年前ぐらいに買ったやつも全然錆びたりしてないし、こうなんだろう、ベタついたりもしてないし、これすごいいいなと思って、私はこれ洗濯というよりはなんか ちっちゃいレシートをとりあえず1回これで挟んで置いとくとか、ちょっとしたものの袋をこう挟んで置いておくときとか。何かと挟んで止めておきたいっていう習性があってあとはもうちょっと欲しいなと思ってたのでまた買ってきました。そう、これすごい使える。次はキッチンで使うものなんですが、こちら、ステンレススプーンオープンハート小2本、2本入りで100円です。まあ、こんな感じでハートマークがついてて、これがこんなすごい薄くって軽くって、まあ、これが本当使いやすいんですよね。なんか余計な出っ張りとかもなくって、こう収納する時も全然こう場所取らないし、もうヨーグルト食べたりとかアイス食べたりとか、まあいろんなゼリー食べたりとか、コーヒー飲む時にかき混ぜたりする時とかも使うし、そう、普通にティースプーンとしても使ったりとか、これはお気に入りで使ってます。軽いんですよね。これ今我が家に4つあるんですけど、いろんなご飯の時とかも煮物使ったりとかしてるとスプーンちょっと足りなくなっちゃう時があって、まあ、あと2本ぐらい欲しいなと思ってたので買いました。かなりコスパいいかなと思ってます。はい、次は200円商品なんですが、こちら耐熱ガラス食器 500ml 買いました。もう一回り小さい100円のものと、もう一回り大きい300円のものがあって、大中小っていうセットが我が家にあと 3セットあるんですけど、作り置きおかずを作った時にちょびっとだけこの容器が足りないなってなる時があって、もうちょっと欲しいなと思ってたのでまた買いました。パカッと開けるとこんな感じの容器なんですけど、もう耐熱ガラスだから熱湯入れても電子レンジにかけても OK だし、オーブンに入れても OK だし、食洗機も OK ということで、すごい使いやすいですね。この容器で電子レンジ調理もできるし、そういう作り置きおかずの保存としても使えるし、ガラスなのでこうプラスチックの保存容器と違って、そんなにこう傷とか匂いとかもつかなくって、すごい私はこれお気に入りです。でそれを踏まえて今回初めて買ったのがこちら、じゃん、耐熱ガラス容器の、400円のやつ。さっきの200円のと比べるとこんな感じで大きくって、さっきのと蓋がちょっと違くって、ポンポンポンって4箇所こう開けて、こんな感じのやつ。このガラスの部分はさっきのこっちのやつを大きくしたような感じなんですけど、電子レンジにも使えるし、オーブンにも食洗機にも使えるし、ここにこういうゴムが入ってるのでさらに密閉できますよっていうやつですね。これで400円はかなりお買い得なんじゃないかなと思います。こうしっかりね、めっちゃしっかりこう4つをこうちゃんと締めると、ちゃんとしっかりこう密閉できる感じで、
業数こうわーっていっぱい作ってガサって大きい容器に入れたいなっていう時がたまにあってちょっと大きいサイズ買ってみました。はい、ということで今回は私がめっちゃお気に入りなダイソーの商品4点とあと新しくいいなと思ったものを紹介してみました。どれもとってもおすすめです。気になった商品ありましたでしょうか。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。